続いてはゴルペです。ゴルペはボディの上の方を叩くパターンと、そして下の方を叩くパターン、この2つがあります。まずは上を叩くパターンです。人差し指か中指、僕の場合は中指を使っています。中指を親指に引っ掛けてデコピンをするような感覚です。まずはボディの表面を軽く叩いてみます。そしてこの指の動きに手全体の上下運動を加えていくようなイメージです。コードは E メジャーで弾いてみたいと思います。まずゴルペだけ、そして少しずつ手のダウンを加えていきます。まず6弦だけ少しずつ大きくして、6弦5弦ゴルペを常になっています。上下運動、この2つをバランスよく混ぜられるようにしてみてください。